はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。光る光る様、和子様、やむなし様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。 NHK スクランブルイコール解体デモ開催いたします。明日12月4日日曜日、13時30分集合してください。場所は渋谷区、神宮前 6-22-8 神宮通り公園北側です。山手線沿いの原宿と渋谷の真ん中あたりにある公園であります。細長い、よろしくご参集ください。明日は晴れて今日よりも5度もあったかいそうです。ですんで、ダウンジャケットとか着てこられると、ひょっとしたら汗かいちゃうかもしんないな。ワールドカップ日本予選突破1位、奮戦、健闘が悔しくてたまらないパヨさんたち、ジャーナリスト柴レイ、物書きがいるんですけど、物書きさん、報道のスポーツ編長がひどいから、スポーツなんかより報じることはいくらでもあるのに、特にテレビでスポーツに費やす時間が長すぎると、サッカー放送がにイライラしてるみたいですね。一言で言うとね、サッカーの特集が多いことにイライラ、ニラニラで、わざわざこんな文句を垂れてしまうと、嫌なら黙っとけいいのに、ネットの反応です。悔しいの、テレビ消せよ、嫌なら見なければいいだろ、いちいち宣言せずにいられない、こんなコメントを書いてる時点で、おかしいよな、関心あるってことだもんね。それはあなたの感想ですよね。パヨが悔しそうで何より、わざわざ言わずにいられない悔しさがにじみ出てんだよ、アホが。とっととマストドンに行ったら、パヨ全力のイキリですかな。自分の嫌いなものは社会から排除されるべきって恐ろしい考えだな。パヨお得意の極度の自己中、パヨのイライラで飯がうまい。日本の明るいニュースに抵抗感を持つ人々、連中は暗いところを好むと。なんか石、おっきな石持ち上げると中にダンゴムシとかいろいろうじゃうじゃいる時ありますけど、なんかそんな感じもしますね。試験ですけど、ガイアは黙っててくんないかなーってね。これは超個体の問題ですしね。超個体の一部の頑張り、選手たちね、チームたちのを他の超個体が喜ぶのは当然でしょうよ。テレビでスポーツに費やす時間が長すぎる。テレビ捨てれば見なげりゃいいだろ。もしくはイーロンみたくテレビ局買収して好きな放送すれば、何はともあれパヨが悔しそうで何よりでございます。ストレスで免疫が落ちるともっと何よりであります。ワールドカップ本戦組み合わせが決定になりました。この通り16チームで争います。日本は初戦っていうか、勝てないと勝ち抜けないんで、最後の試合になるかもしれないですけど、クロアチアにもし勝てたら次はブラジル、韓国の勝者と当たるみたいですね。ブラジルが韓国に、負けるとはちょっと考えられないけれども、ブラジルに勝ってたらもう優勝でいいやそこがみたいな風潮ありますからね。確か FIFA のランキング1位じゃなかったっけな、ブラジル。ネットの話です。無理やろこれ日本は FIFA ランキング24位だから15チームは全部格上、絶対視界に入ってくるブスみたいな存在、これはどこと書いてませんけれども、あそこだろうな。監督自らレッドカール、ここもあそこですね。ラフプレーで怪我しそう。日本優勝のオッズは51倍。だってなんかね、日本に負けたドイツで、車を燃やしたり商店街の窓割ったりっていうのがあったらしいんですけど、あっちの方だとさ、ほらくじで借金してドイツ勝利にかけたりしっから、負けて金を失うと暴れるっ
ていう、なんだ、なんだか野蛮だよな、って、思えるんですけれども、勝っても嫌な気持ちになるだけ、どこ、あそこですね。あそこは、勝ってもなんか、なんだのかんだの、なんだのかんだの、へりくついてくから嫌なんですよね。ランキング的にですね、まあ、AI に、予想させるとですね、日本がクロアチアに勝てる可能性は 20% らしい。強いのか、クロアチアな。2位だか、4位だかだったんですよね、前回ね。まあ、頑張ってもらいたいものであります。あと、あそこと当たると、勝っても負けてもへりくつこねて、嫌な気分、関わると。なので、ブラジル頑張れ。ブラジル、ボコして、あそこを。安倍総理国葬について3名の憲法学者、法学者が国会で意見陳述いたしました。井上拓司関西大学院大関西学院大教授、儀式や行事は行政権の範囲内、南の森、すごい変わった名前ですね、これ名字、森っていうのが名前なの。南の森九州大教授、法律上の問題なかった。長谷部なんて読むんだろうこれ、早稲田大教授、閣議決定に基づく国葬の実施に問題はなかった、これを受け立憲民主党、法的根拠がない、社会の分断を生み出し禍根を残した。学者の話聞いてたのかな、問題ないって言ってんだろ3人が3人ともさ、聞いてたのかこれ、そんなね、法的根拠がないって、ね、だったらやる法的根拠はないんですけど、やらない法的根拠もないんだよな。ネットの話です。有識者の結論に無識者が文句言ってる。悔しいから因縁つけてるだけ。社会を分断してたのお前らだろ。分断を煽った頑強、元凶がなんか言ってる。勝手に騒いで社会的分断を生み出したのは立憲民主党。法的根拠がないとする法的根拠を示せ。意見が違うことを分断と呼ぶなら多様性とかどうすんの、社会の分断って安倍側が発狂してただけじゃん。脱布するところはちょっとこれたまに言わないと忘れちゃうからね。立憲ってそういうとこだってたまに言ってですね、思い出させないと皆さんに、法学の専門家がこぞって問題ない。さらに地裁全部が国葬差し止め訴訟ですね、問題ないっつって却下して門前払い食わしてんのに、それでも諦めずにね、法的根拠がないって言い張る立憲と、法的根拠がない根拠は示したんの、示してんのこの人ら、安倍がするためになんとなく言ってませんか。あ、論より大声、嫌がらせでさ、それとまだ安倍がやってんのはしつこいな。本当にもう社会の分断は初めから存在してましたよ。パヨの言うことは我々がさっぱりわからんし、同様にね、パヨは我々の言ってることをさっぱり、理解しねえし、だってね、共産党の、ギブさんって議員ですけど、懲罰委員会の時、俺ボコボコに言い返してやっつけてたのに、何のことかわからず、ポコーン、キョトーンとしてたもん。俺の言ってることなんだかわかんなかったんでしょうね。責められたらどうする、っていう話してんのに、責められないように頑張るって、こっちはね、事故後の話してんだよ。事故前の話してんだよね。パヨ、軍拡で戦争になる、東西冷戦で46年間全面戦争なかったでしょ。全くね、日頃多様性多様性言ってんのに、社会の分断がーって、意見の違いを許さないって、言ってんですよね、立憲はね。社会を分断させ、禍根を残したとか言ってんですけど、禍根つったって、国葬に賛成してた人らは、無事済んでよかったねぐらいで、まだね、なんだろかんだろ、ぶつくさ、文句言って、禍根なのは、安倍側の連中でしょよ。群馬県職員、国籍条項撤廃、意見、撤廃、見送り、山本知事、丁寧に進める。ってことは、諦めてない模様だな。ネットの話です。民意が届いた。そもそも憲法違反だし、前から匂っていたやつだが、このスカタン、調子に乗りすぎ。正体バレたから、次は厳しい。パヨはしつこいから、
目を離したらあかん。次の選挙が怖くて山本いったピヨりましたね。芸能人も政治家も売れなくなるとパヨるなぁ。まあ多分批判の電話が群馬県庁にじゃんじゃん行ったんでしょうね。役所って意外と伝達とか気にするんですよ。私もあの議員時代ですね、こういう内容の電話は何件ありました。たびたび報告受けてました。文書で、ネットでヘイトスピーチを繰り返す靴沢を議会は監督しろっていうフェミ活動家の嫌がらせ陳情出た時はですね、豊島区役所始まって以来の件数のそんな陳情おかしいだろっていう応援電話がありまして、誠にありがとうございました。憲法のどこに違反するかっていうと、全文のですね、国政の権力は国民の代表者がこれを行使しの部分ですね。国政だから地方はいいんだっつってヘリックスで、パヨが外国人地方参政権を推進してますけれども、私の解釈だと国政は、この国の政治っていう意味ですよ。この国の政治っていう意味、国会の仕事、じゃないこの国の政治っていう意味、そこに国も地方も関係ないでしょ。公務員には行政権っていうのがありまして、権力を行使する立場であります。これは地方公務員も変わりません。保健所立ち入り調査も行政権断れない。税金取り立ても、行政権断れない。許可を出すも出さないも行政権。公園使用許可であるとか道路使用許可であるとか、それも一つの権力。警察の捜査権、逮捕する、力、捜査する力も、まあ、行政権の一部っちゃ一部ですよね。警視庁だって、警視庁は東京都警ですから、東京都の地方公務員ですからね、警察官はね。埼玉県警だったら埼玉県職員なんですよ。おまわりさんは。ですんで、まあ、行政権なんですよね。かように公務員は権力を持ってそれを行使してる。だからメディアにも叩かれやすいっていう、ことにもなるんですけども、あとね、私の解釈の国政イコールこの国の政治だ、そうではないって言ったら、そういうやつがいるんだったら、その根拠を出せっつうね。この国の政治では断じてないって言い張んだったら、その根拠となるものを出せと。もしくはですね、靴沢は寝とうよと、ネットに書き込んで心の平穏と、事なきを得てもいいですけどね。私全然平気ですから。丁寧に進めるイコール次はこそっとバレないようにやろうって意味ですかね。パヨはしつこくて決して諦めないんで、群馬県民の皆様は慎重な投票をお願いいたします。監督、山本知事もですね、松下新平みたく下半身を工作拠点にされているんでしょうか。踏み潰さないといけないかな。話し通じないパヨの総本家、独裁22年目のチーカズを今日も今日とてわけわかんないよと言っておりました。12月3日、自分の国は自分で守るというレトリックに騙されてはならない。じゃあ誰が守んだよ。何言ってんだこいつ最初から。日本に対する攻撃がなくても、米軍と共に米軍の戦争を戦うことになる。武力行使は国家存立の危機にしようって明記されてて、反撃もこれに含まれるんで、米軍に連れ回されるっていうのは嘘であります。そんなことはありません。その結果は報復により国土の破壊だとか言ってるんですけど、まあ、反撃しないとね、ミサイルの在庫がある限りゆっくりと落ち着いて照準を定めて、撃たれちゃうだろ。それどうすんのって話なんですけどね。ネットの話、頭大丈夫ですか。それが同盟というものでは、敵基地を叩き、それ以後の攻撃を減少させる目的だぞ。 C さんは小池さんの家が放火されても知らんぷりするの。小池晃事務局長のことですかね。あれ事務局長だっけ。あいつ、自分の国を自分で守る当たり前、自分の国を他人が守るって超絶おかしい。もう自分で何言ってるか分かってなさそう。いい年してバカみたい。シーカスは強盗が押し入っても家族を守らないのかな。家族が気の毒ですね。自分の国は自分らが守るの当然でしょ。ましてや超個体だしね。シーカスは違うけどね。あいつは超個体ではありません。我々の一部ではありません。
なんかあの癌細胞ですか。なんかね、あのコピー細胞分裂の時に異常が発生して異常になった細胞って感じがする。あの純粋な日本人でパヨってるやつって、まああのそうでない元からほらあの超個体ではない戸籍謄本公開的にやつもいっぱいいるんでしょうけどね。というわけで明日 NHK スクランブルでもぜひいらしてください。大人数でやっても全く報道しない、テレビはニュースにしないというのの歴史の証人になってください。ついでにそれをあちこちに書き込んでください。スクランブルになるまで続けたいと思います。スクランブルイコール NHK 崩壊であります。よろしくお願いします。デトックスジャパン。